クラクフ月頭の全体図地図クラクフ月頭は、ナチスドイツが第二次世界大戦中にポーランド総督不良に設置した後大月頭の一つ。ポーランド総督、ハンス・フランクの居城があったクラクフの南部に設置されていた月頭である。スティーブン・スピルバーグ監督の映画、シンドラーのリストの舞台となった場所の一つ。1493年に書かれたクラクフとカジミエシュの 中西ヨーロッパで十字軍が結成された時や、ペストが流行した時、ヨーロッパ中でユダヤ人迫害が吹き荒れた。ユダヤ人たちは迫害を逃れて、ポーランド王国へ集まってきた。ポーランドでは他国と事情が異なり、13世紀に仮種の法令が施行されて以来、ユダヤ人の基本的な諸権利が法律で保護されていた。ポーランド王カジミエ主参世は、 ユダヤ人たちに、ポーランド国内の移動の自由、商業の自由、宗教の自由など多くの権利を認めた。1335年に、カジミエシュ3世は、ビスワ川によって、王国の首都クラクフから切り離されていた地域に、新しい町を作り、この町をカジミエシュと名付けた。この町には、次第に、ユダヤ人が増えていった。1494年に、 クラックフで大火がありがいの大半が焼け落ちてしまった。この翌年の1495年にヤンオルブラフ島は焼け落ちて廃墟となっていたクラックフ旧市街の地区に住むユダヤ人にカジミエシュ地区のバブークを提供しそこへ移住させた。この時からカジミエシュ、特にカジミエシュの南東地域は完全にユダヤ人の町と化した。カジミエシュ地区は 旧市街の外にあったため外敵の攻撃にさらされる危険性があった。そこで1553年よりそのうちユダヤ人の多い外区に旧市街と同様の城壁の建設が許可された。ボヘミアで迫害されたユダヤ人たちが退去してこの外区に移住してくるにつれ城壁の内側の土地は手狭となり、その都度城壁が拡張される工事が行われたが、霧がない上、 金星もだいぶ進み中世式の城壁は、その意味をなさなくなっていったため1608年以降は、城壁の拡張は行われなくなった。ユダヤ人たちはこの城壁の外側である、カジミエシュ地区の他の外区や、また、クラクフ市の別の地区にも広がって、住むようになっていった。18世紀末のポーランド分割後、クラックフとカジミエシュは、オーストリア対抗国領となった。 1800年にオーストリアはカジミエ州をクラクフ氏に組み込んだ。その後、クラクフはナポレオン・ボナパルトの創設したワルシャワ公国ウィーン会議によって創設された中立国クラクフ共和国の領土を経て、1846年に再度オーストリア帝国に組み込まれた。1867年制定のオーストリア・ハンガリー帝国憲法の制定により、 クラックフを含むオーストリア・ハンガリー帝国在住のユダヤ人は完全なる市民権を獲得した。これによりクラックフのユダヤ人たちもカジミエシュから別の場所へ移り住むことが自由となった。裕福なユダヤ人などがカジミエシュから他の市街地へ移り住んでいき、カジミエシュには貧しいユダヤ人やユダヤ教正党派のユダヤ教徒などが残った。 戦艦期の20年間にはユダヤ人がクラックフの政治、経済、文化に大きな影響力を持つようになり、クラックフのユダヤ人人口も急増した。ポーランドがドイツ軍に占領される前年の1938年時点で、クラックフには6万4千人を超えるユダヤ人が暮らしており、それはクラックフの全人口の4分の1に相当していた。 1939年9月のドイツ軍のポーランド侵攻後、ポーランド総督に任命されたハンス・フランクはクラックフのバベル城に入り、そこからポーランド総督不良の統治に当たった。大の反ユダヤ主義者であるフランクは、自分のお膝元であるクラックフからできる限りユダヤ人を追い出したがっていた。1940年4月12日にフランクはこう宣言した。 ユダヤ人はこの町から放築しなければならない。なぜならば、ヒトラー相当より名誉あるご指名を、技能などがあり、労働力になるユダヤ人は、クラックフのユダヤ人居住区に泊まることを認めたが、それ以外は、クラックフから追放されることとなった。1940年5月から8月にかけては、自主的なクラックフからのユダヤ人退去が行われた。マレク・ビーバーステインを議長とする、 ユダヤ人評議会一にも協力させ2万3000人のユダヤ人を自主的にポーランド総督不良内の他の都市へと移住させた。さらに1940年9月と12月には強制追放が行われ2万人近いユダヤ人がクラクフから追放されている。なおユダヤ人評議会議長マレクビーバーステインは 移送をなるべく抑えようと、ドイツ当局の移送担当の役人に贈賄をしていた。この件で共犯の他の評議会メンバーや収賄した、ドイツ人役人たちと共に逮捕された。代わって、評議会議長には、アルトゥール・ローゼンツバイクが任じられた。1941年5月、クラクフ・ゲットを囲む、壁の建設作業クラクフ・ゲットの入り口クラクフに、残る許可を得た、ユダヤ人は、 伝統的なユダヤ人居住区のカジミエシュ地区のビスは川対岸にあったポドゥグルジェ地区に押し込まれて隔離された。ポドゥグルジェ地区に住んでいた非ユダヤ人はすべて他の地区へ移住させられた。このユダヤ人隔離地区は1941年3月に正式にクラクフゲットの名を冠された。同ゲットの中には1941年3月の 時点で1万5千人ほどのユダヤ人がいた。ポドゥグルジェ地区はゲットになる前まで3000人が暮らしていた地域で、ここに1万5千人のユダヤ人が押し込まれたわけである。1941年3月20日に、ゲットは封鎖され、以降自由な出入りはできなくなった。クラクフゲットは、ワルシャワゲットと並んで閉鎖的なゲットで、周囲は壁で囲まれて外界から完全に隔離されていた。 ゲットーで暮らすためには条件があり、雪かき作業に従事し、身分証にその旨の証明の記載がされていなければ、ならず、加えて、ドイツ系の企業か、軍需関連の工場の労働者である必要があった。それ以外のものは、クラック府から追い出された。ただし、高齢の病人と移動不可能なユダヤ人は、例外的にゲットーに泊まって良いとされていた。 1942年6月1日と6月8日、ビリー・ハーゼ新衛隊中佐の指揮のもとに、クラクフゲトーのユダヤ人の移送が行われた。この2度の移送でおよそ5000人のユダヤ人が、ベウジェツ絶滅収容所へと移送された。6月1日の最初の移送の際、ユダヤ人評議会議長アルトゥール・ローゼンツバイクは、移送のサボタージュを図ろうとしたが、これが新衛隊に露見。 ローゼンツバイクとその家族は6月8日の移送でベウジェツへと送られた。公認としてダーフィとグッターがユダヤ人評議会議長代行となった。1942年10月28日に第3回の移送が行われた。600人のユダヤ人が殺害されるとともに4500人のユダヤ人がベウジェツやアウシュビッツビルケナウ強制収容所へと移送された。 1942年12月には、クラクフ月頭は A と B に分離された。月頭 A には有用な労働者、月頭 B には病人、老人、子供がそれぞれ入れられた。これは近いうちに実施される月頭解体の日に備えて、移送しやすくするためになされた分類分けであった。1943年3月のクラクフ月頭解体直後の写真。 ユダヤ人から強奪した荷物が転がる1943年3月13日と14日、クラックフゲットの少し南にある、クラックフ地区親衛隊及び警察指導者のプワシュフ、強制労働収容所の所長アーモンゲート、親衛隊将尉の指揮のもと、第4回の移送作戦が実施された。3月13日にはまず健康な労働者が収容されていたゲット A が解体された。 ゲット A の住民は全員がゲートのプワシフ労働収容所へと移送されていった。続いて翌3月14日にはゲット B が解体された。1000人が労働不能とみなされてその場で殺害される一方、4000人がプワシフ収容所へ送られ、2000人がアウシュビッツビルケナウ強制収容所へと移送された。3月14日の移送の際には大勢が殺害されたので、 月頭内に大量の死体が転がった。これらの死体は、プアシュフ収容所へと運び込まれ、大きな穴の中にまとめて埋められた。この後、クラクフ月トには、ユダヤ人評議会や、その指揮下のユダヤ人、月頭警察などに属する少数のユダヤ人と、その家族だけが泊まった。残務処理にあたっていたが、1943年12月には、それも終わり、ットは、 正式に解体されて消滅した。壁も一部を残して撤去された。残っていたユダヤ人たちはプアシフ収容所へ移送された。ユダヤ人評議会議長ダーフィットグッターは1943年12月にプアシフ収容所へ到着すると同時に射殺されている。ット警察とその家族たちも所長ゲートの個人的命令により全員殺された。ありがとうございます。